おはようございます。1日1分社長のネタ帳、本日は、秘密の場所で秘密の時間ということでお話したいと思います。私は秘密の場所、近所のちょっと場所があるんですけれども、まあ、そこにこもって原稿の執筆をする場合があります。社会人閲覧室というところがなんですが、ここではパソコンを使います。人間の集中力というのは1時間から2時間ぐらい、まあ、この 1,2 時間誰にも邪魔されずに集中するためにその図書館を使っています。携帯もパソコンは Wi-Fi につながらないように、携帯も電源を切ってパソコンに向かい合います。まあ、こうした日常、忙しい日常の中でも集中できる時間を作ること、秘密の場所、秘密の時間を持つことが生産性を上げるかなというふうに考えています。皆さんも秘密の場所で秘密の時間を過ごしてみてはいかがでしょうか。